こんにちは、ちびありこと七瀬です。今日はですね、最近脱毛シリーズを動画に出させていただいてるんですけれども、脱毛クリーム、除毛クリームとかね、あると思うんですが、それについてレビューをお話ししていこうかなと思います。で、今回ちょっとこれ営業妨害とかになってしまってもね、怖いんで、商品とかは出しませんが、実は私ね、もうたくさんトライしてきました。脱毛クリーム、除毛クリームとか、あとなんかこう蜂蜜系で、なんか多分ブラジリアンワックスみたいな感じでこうね、こうべったりしたクリームみたいなやつとかもやったことがあるんですね。全部で5つぐらいは試してきたんですけど、結論から言うと結局効きませんでした。で、これは、とあるね、こう YouTuber さんとかがおすすめしていた商品だとか、もう本当に市販の薬局で売ってるものとか試した結果ではあるんですね。だから人によると思います、もちろん。で、なぜ効かなかったのかっていう私なりの解釈と、結局どういう脱毛、セルフ脱毛機の方が良かったのかっていうのの話を今日はしようかなと思うんですね。なぜ効かなかったのかについてなんですが、その脱毛クリームとか除毛クリームが悪いというわけではなくて、もしかしたら私に原因があるのかもしれません。例えばやり方が間違っていたとか、あとはもう私脱毛、セルフ脱毛をね、長いことやってるから毛が少ないんですよ。で、しかも、生えてもちょっとこう短い感じの状態でやったんで、多分毛がそのクリームに絡まりにくいんじゃないかなっていうふうに思います。だから、もし皆さんが例えばちょっとこう毛が柔らかくて長い、男の人のようなこう、なんていうの、剛毛のような毛だったりとか、あとは今までそういう脱毛やったことがない毛だったり、ちょっと毛が長いところとかだったら、多分効果があるんじゃないかなと思います。だけど、もうある程度も脱毛してこうちっちゃい毛とかだったり、もう 1,2 本生えてるとかだと、そこまでなんじゃないかなっていうふうに思います。これあくまで私個人の、見解になってきます。ただ本当になんかね、やって例えば脇とかやるじゃないですか。そしたら毛がね、こうクリームに絡まるから多少なんかこう出てくるんですよ。なんかで、そのまま抜けずに生えてるんですね。なのでなんか余計毛がこう目立ったりとかして、なんか「なんじゃこりゃ」っていう風に思ったのが正直な感想なんですが、私だけなのかな、本当に。これ結構聞いたっていう人とかもさ、いるから、私だけなのかなって思った。私のやり方がね、悪いんじゃないかなっていう風に思うんですけど、どうなんですかね。皆さんぜひね、脱毛クリームやったことある人いたら、ぜひね、聞いたやつとか教えてほしいです。で、あと、なんかこう、ハニー系のやつとかをこう、V ラインとかにやろうと思って、やったんですけど、ベタベタして、で、こう、多分ある程度待ってからビリってやるやつなんですけど、全然こう、固まらないし、なんかそのまま洗い流してもなんかベタベタがちょっと残ってるって感じで変わらなかったんですよね。だからなんかね、ちょっと難しかったですね。難しいっていうのが一番当てはまるかなって感じですね。だから本当に除毛クリームとかでうまくね、こうつるって抜けた箇所とかはもちろんなくはないです。ちゃんと抜けたってなったところもあったんですけど、全部が全部綺麗に抜けるわけじゃなくて、なんかこの辺は綺麗に取れたけど、この辺は毛が中途半端に生え出てきちゃったとか、この辺は全然毛まだ生えてるじゃんとかっていう風になったっていうのが一つと、あともう一つ大事なのが、なんか多分皮膚が弱いから結構痛がゆい感じになったりとか赤くなったりします。なんでちょっとクリーム系は私怖いなと思いました。普通に剃って、この光、セルフ脱毛機だったりとか、サロンに行ってやるっていうのが私的には賢明じゃないかなと思いました。とはいえ、そういうクリーム系ってすごく今流行ってるし、背中とかああいうのでできたらめっちゃ楽だなと思ったんですよ。あと VIO とかのラインとかを綺麗にね、あれでつるんってなったらめっちゃ楽じゃないですか。だからね、その辺はいいのかなと思ったけど、ちょっとね、やっぱ怖いですね。なんで皆さん、もし除毛クリームとかやるんだったら、いきなり VIO とかそういう繊細な場所じゃなくて、多分足とか手とかこの辺とかからやっていくのがいいんじゃないかなと思います。で、皮膚とかね、何ら問題ないなとかってなったらやるといいと思います。大体ね、パッチテストって言ってね、ちょっと初めにやってくださいっていうのは書いてありますしね。ということで、自己責任はなるんですが、私自身は脱毛クリーム、除毛クリームはそこまで効かなかったですっていうのをお伝えしたかったです。なんで多分自分のね、毛の生え具合とかにもよると思うので、ぜひね、皆さんその辺を踏まえた上で使ってみてください。多分全部が全部悪いとかっていうわけじゃなくて、多分こっち側の問題だと思うので皆さんには効くかもしれません。ということでね、今日ちょっとでもためになったよって方は高評価、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録して、一緒に女子力磨いていきましょう。ではバイバーイ。